こんにちは、ゆるきねしぷかりです。東洋医学の力で体の内側から整う有酸素運動をしていきましょう。15分間で1500歩分の運動です。途中で水分補給タイムがあります。必要な方はお水ご用意ください。まずはウォーミングアップから。足を左右に出して戻します。さあ、これから体の中心軸を整えていきます。まずは左右のバランスを取る動き。片手はおへそ、もう片方で鎖骨の下をマッサージしてください。手を入れ替えます。足を前に出して戻します。前後のバランスを取っていきます。手をつけます。片手はおへそ、もう片方で尾骨をマッサージ。手を入れ替えます。足を上げてしゃがみます。しゃがむ、伸びる、しゃがむ、伸びる、上下の動きを意識してください。手をつけていきます。片手はおへそ、もう片方で唇の上下をマッサージしています。手を入れ替えます。はい、今の3つの動きもう1回繰り返しましょう。まずは左右のバランスを整える動きです。鎖骨の下をマッサージ。手を入れ替えます。次は前後のバランスを整えましょう。をマッサージです。 you know, I know that life is all so lovely. 手を入れ替えます。最後に上下のバランスを整えます。上下をマッサージです。手を入れ替えます。はい、 OK、 歩きましょう。今の3つの動きで体の軸が整いました。ここからは脳の働きを良くするエクササイズです。手のひらで膝をタッチします。右手で左足、左手で右足にタッチ。右脳と左脳のバランスを取るエクササイズです。次は右手で右足、左手で左足にタッチします。左右同じ側でタッチです。はい、そのまま左右同じ側の手足を上げて歩いてみましょう。左右同じ側です。ちょっと歩きづらいかもしれません。脳に適度な刺激が加わって働きがスムーズになります。では元の歩き方に戻します。3、2、1、はい、自然な歩き方に戻りました。もう一度同じ側に変えてみます。3、2、1、はい、左右同じ側です。元に戻します。3、2、1、はい、OK です。歩きましょう。脳にいつもとは違う刺激が加わることで右脳と左脳のバランスが取れて働きが良くなっていきます。はい、ここから東洋医学の14経絡を整える運動に入ります。経絡は気の通り道、
内臓の機能やメンタルの状態とも大きく関わっています。まずは左右に2ステップです。足を前にクロスします。手をつけます。腕を斜め前に開いて閉じる。輪脈、棘上筋、肩の筋肉を動かします。2ステップに戻します。今度は後ろにクロスします。肘を後ろに引きます。側脈、大円筋、肩甲骨の筋肉を動かしています。一つ目の動きに戻します。足は前にクロス。肩の筋肉を意識して、次は後ろにクロス。肘を引きます。もう一度肩です。次は肩甲骨。横に歩きます。手は自然に振ってください。そのまま肘を曲げます。イケ、腕頭骨筋、前腕の筋肉です。親指が上になるように振ってください。次は手のひらを上に向けます。髭、上腕三頭筋、二の腕の筋肉です。伸ばす方を意識しましょう。伸ばす、伸ばす。はい、ここで半分です。必要な方は水分補給、画面一旦止めてもいいので一呼吸置きましょう。まだまだ元気な方はそのまま歩き続けましょう。ここから後半戦です。元気よく行きましょう。歩きます。手をつけます。肘を曲げて上下に動かします。神経、肩甲下筋、肩甲骨が動くのを感じてください。で足を上げます。 1,2,3 上げる、 1,2,3 上げる。小腸系、大腿四頭筋、太ももしっかり上げましょう。肘と膝をタッチします。お腹をしっかりねじる。小腸系、腹斜筋です。4歩目で後ろを振り向きます。背中の筋肉キュッとひねる。膀胱系、脊柱起立筋です。もう一度肘と膝タッチです。お腹しっかりねじる。頑張りましょう。次は背中ひねります。背中の筋肉キュッと意識して引き締めましょう。はい、 OK です。歩きましょう。
け、僧帽筋上部、首の筋肉をしっかり縮めます。手の力を抜いてブラブラ。ここまで頑張った筋肉を一旦リラックスさせましょう。呼吸も忘れずに。足を2歩目で真横に上げます。1、2、歩く、1、2、歩く。進歩形中殿筋、お尻の筋肉を使って足を持ち上げます。次は膝を曲げてつま先を伸ばします。つま先ピンと伸ばしてください。三小形ひらめき、ふくらはぎの筋肉を意識してつま先伸ばす。歩きます。もう一度肩を耳に近づけます。真横に上げます。つま先を伸ばします。伸ばす、伸ばす。足の動き変わります。足の裏を固定して膝を動かします。外、中、外、外、中、外。丹経膝下筋、膝の後ろの筋肉を意識してください。はい、歩きましょう。変わります。一歩一歩、二歩歩きます。一回一回、二回、そのまま続けましょう。ステップはそのまま腕をつけます。腕を前から斜め上に。丹経大胸筋胸肋部、胸の筋肉意識して。いきましょう。反対、反対、反対。 OK、 2ステップです。腕を真横に伸ばします。そのまま上下に振ります。背景三角筋中部、腕の筋肉頑張って動かしましょう。かかとをお尻に近づけます。大腸系ハムスタリングス筋、太もも裏側の筋肉です。腕をつけます。ぐるぐる回しましょう。はい、歩きます。
中心、下から上へエネルギーを回します。お疲れ様でした。15分間の全身運動いかがでしたか？体の内側も自然に整うエクササイズ、ぜひ続けていきましょう。コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしてます。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。